皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語は10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は一般動詞の過去形規則動詞についてお話しします。英語で何々しましたと過去のことを言うときには動詞の過去形を使います。動詞の過去形は多くの動詞は原形に ed をつける、 e で終わる動詞は d だけをつけて過去形を作ります。では例を使って説明します。括弧1番のプレイ、これを過去形にするときにはこのプレイの y の後ろに ed をつけて played として何々したという意味になります。2番の visit、 これ訪問するという意味ですね。これは visit の後ろに ed をつけて visited、 こうして訪れた、訪問したという意味を作ります。3番の like、 好きという意味ですね。これ like、 これは e で終わっているので d だけをつけて liked、 こうして好きだったという意味を作ります。そして4番の enjoy、 楽しむですね。 enjoy、 y の後ろに ed をつけて enjoyed、 こうして楽しんだという意味になります。5番の study、 これはちょっと気をつけてください。これは study、 最後の y を i にして ed、 こういう形にします。 study だけは、d の後ろの y をIED、 こういう形にして勉強したという意味を作ります。この CNGY の場合ですね、これ3単元の S の付き方と同じで Y を I にしてから ED をつける、これを覚えておいてください。過去のいつのことかを表す言葉、これも合わせて覚えておきましょう。例えば昨日という意味の単語はYesterday、 こう言います。 Yesterday、 昨日は Yesterday。 その時というのは Then、 ね、Then と言います。から Last、 これを使ってこの前の何々というのを表すことができます。この間の夜で、昨夜で Last Night、ね、昨夜は last night、 先週、ね、この前の週で先週 last week、 先週は last week、 この前の日曜日なら last Sunday、 こうなります。それからago を使って今からどれだけ前か、これを表すことができます。今から1時間前だったら an hour ago、ね、1時間前 an hour ago、 2時間前だったら2 hours ago、 こうなりますね。それから3日前だったら3days ago、 ね、3日前は3 days ago、 5日前だったら5 days ago、 こうなりますね。それから10年前だったら10 years ago、 こんな風に表すことができます。昨日は yesterday、 その時は then、それから last を使って last night、 last week、 last Sunday、 ago を使って an hour ago、 3日前 3 days ago、 10年前は10 years ago、 こんな表し方ができるんですね。最後に問題を解いてみましょう。日本語に合う英文になるよう下線部に単語を入れましょう、とこういう問題です。括弧1、
私たちは昨夜テレビを見ました、ね、私たちは昨夜テレビを見ました、We 私たちですね。その後ろには動詞が来るはずですから、見るという動詞の過去形 Watch ED をつけて Watched にして、私たちは見ました、でテレビを、そして昨夜ですから、昨夜という言葉は Last Night でした ね We watched TV last night、ね、We watched TV last night。 この時間を表す言葉は必ず文の後ろに来ます。括弧に、彼女は昨日母を手伝いました。 C があって、この後ろ動詞ですよね。手伝うという動詞、過去形にすると ED をつけて HELP の後ろに ED をつけて HELPED HER MOTHER で、昨日 YESTERDAY ですね。 YESTERDAY She HELPED HER MOTHER YESTERDAY She HELPED HER MOTHER YESTERDAY。 これで彼女は昨日母を手伝いましたという英文ができました。3番、彼らは2年前大阪を訪れました。主語は彼らの they ですね。その後ろは、述語の部分、訪れました。訪れるは visit ですから、 visit に ed をつけて visited 大阪で、2年前は 2 years ago になります。で、They visited Osaka 2 years ago. They visited Osaka 2 years ago. これで英文が完成しました。今回は一般動詞の過去形、規則動詞についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。